おお、皆さんこんにちは、バブル広報の玉城です。今回の動画のテーマはシリコンとノンシリコンどっちがいいの、すべて教えちゃいます。こちらね、皆様にお伝えしていこうと思います。シリコンってね、皆さん聞いたことありますでしょうか。よくね、公共施設とかでシリコンを入れたなんていうことをね、言うかなと思うんですけれども、それとは別物ですよ、ノンシリコンシャンプー。こちらね、皆さん聞いたことある方も多いんじゃないかなと思います。一時はね、シリコンが入っていたらもうダメダメ、ノンシリコンの方がいいみたいなね、時代もあったような気がします。でもですね、実際にシリコンが入っているとなぜ良くないのか、ノンシリコンの方がなぜいいのかみたいなね、そういった理由を知っている方っていうのは少ないんじゃないかなと思いますので、そちらをね、皆様に教えちゃおうかなと思います。今日は3部構成でこちらの順にね、お話をしていこうと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。それでは行ってみよう。ほっ、はい、ではまず1つ目、シリコンとシリコーンは何が違うのか。まずね、こちらなんですけれども、言葉にするとね、なんか何がどっちがどっちかみたいなところもね、あると思うんですけれども、シリコンというのはですね、元素であり天然物なんですね。元素でいうとこちら、ケイ素と呼ばれるやつで、皆さんもね、聞いたことあるね、聞いたことあるんじゃないかなと思います。なんか理科の時間にね、水平リベ僕の船みたいなやったと思うんですけれども、まあ、それね、ケイ素って呼ばれるやつがありまして、このシリコンを元に作られているのがシリコーンと呼ばれるやつなんですね。このシリコーンっていうのがね、シャンプーに入っていると良くないとか、入っていない方がいいとかっていうのがね、一時出てたかなっていうところでございます。では続いて2つ目なんですけれども、シリコンシャンプーとノンシリコンシャンプーの違いについてご説明をしていきます。名前からね、シリコンが入っているかいないかっていう差はね、もう一目瞭然だと思うんですけれども、シリコンというのはね、コンディショニングの役割を持っています。どういうことかというとですね、失われてしまった油分を補って髪の滑りを良くしてくれるっていう効果を持っているんですね。もうサラサラトゥルトゥルになってしまうのでね、効果でございます。シャンプーをするとですね、あれは汚れを落とすものになりますので、髪についている油分とかをね、洗浄してくれます。ですがね、もう油分がないと髪の毛っていうのは滑りが悪く、すごい引っかかりやすくなってしまうんですね。それを補ってくれるっていうのがシリコンになってきます。ではなぜね、このシリコンが良くないという風潮が出たのか、こちらをお伝えさせていただくと、シリコンっていうのはね、簡単に言うと油分です。言ったらコーティング剤ですね。髪の毛の滑りを良くしてくれるっていう効果を持っているものなんですけれども、これがシャンプーに入っていると、シャンプーって頭皮にもつけて結構ゴシゴシと洗いますよね。そうなってくると頭皮にもその油分がついてしまう。ついてしまうとどうなるかっていうと、毛穴に詰まってしまうんではないかっていうところがね、かなり懸念されたんですね。こう油分とかがね、毛穴に詰まってしまうと、毛穴の範囲が単純に狭く狭くなっていってしまうので、生えてくる髪の毛っていうのもどん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 細くなってしまうんですね。細くなってくると抜けやすかったりとかね、いらない油分が詰まってしまっているので、頭皮に炎症が起きてしまったりとかするっていうケースもあります。そのせいでね、シリコンはダメだ、ノンシリコンがいいぞみたいな感じにね、ちょっとなってしまったんですけれども、ここでぜひ皆さんにね、覚えておいていただきたいポイントがございます。それがですね、シリコンにはランクがあるということなんですね。どういうことかと言いますと、まあ、お肉とかでもね、市販で売ってるお安いお肉からね、松坂牛の A5 ランクみたいなやつのね、もうすごいいいお肉っていうこのランクがあると思うんですけれども、これシリコンにもね、こういった感じのランクがございます。で、市販のね、シャンプーに使われているものは基本的にやっぱり安価なもののシリコンになってしまいます。安価なシリコンというのはね、毛穴に大変詰まりやすいものになっているんですけれども、高価なシリコンというのはですね、水溶性の効果を持っています。まあ、水溶性の効果があるシリコンを使っていれば、たとえですね、髪の毛毛穴とかに残ったとしても、お湯とかでね、溶けて流せるということになるので、毛穴に詰まるという心配がね、なくなるんですね。ノンシリコンシャンプーでもね、安いものだと本当にシリコンがただ入っていないだけっていうのでね、洗い上がりすごいきしんだりとかして、ちょっと髪の毛が扱いにくくなってしまうこともあるんですけれども、サロンなどで売ってるね、ノンシリコンシャンプーとかってなってくると、シリコンのこの油分を別のものでね、代用して、洗い上がりもしっとりしてたりとか、きしみにくい工夫っていうのもしてくれていますので、決してね、高いものがいいですよなんてことは言うつもりはありませんが、他の専売品とかそういったノンシリコンシャンプーだと髪の毛がきしむっていうお悩みも改善されるかなと思います。では最後にですね、こちらの情報を踏まえて皆様にね、
シャンプーの選び方というのをお伝えしていこうと思うんですけれども、一番大事なのがですね、自分に合ったものをチョイスするっていうところが大事になってきます。女性の皆さんなら化粧品とかでもね結構あると思うんですけれども、高いからいいってものでもないと思いますし、安いから悪いっていうわけでもないと思います。中に入ってる成分とお肌の相性っていうのが合わなければ荒れる時は荒れますし、すごい馴染みやすい時はね馴染むと思うので、そういう化粧品とかと一緒でシャンプーとかもお肌に合う合わない、自分の髪に合う合わないっていうのが出てきますので、そちらをね見て選んでいただくっていうのがかなりベストなポイントになってくると思います。サロンで売っているシャンプーの中でも髪の毛のケアに特化したやつ、ボリュームをアップさせたいやつ、しっとりさせるやつ、サラサラになるやつ、さまざまな部分にね特化しているたくさんの種類のシャンプーがあります。そういったお悩みですね、担当の美容師さんとかにちょっと相談してみたりとかすると、そのお悩みに合わせたシャンプーっていうのは絶対にありますので、そういうのを選んでいただけるとね、自分に合ったシャンプーっていうのも見つかりやすいのかなと思います。今回ですね、皆様にシリコンとノンシリコンの違いをお伝えするというですね、もう大特集を組んで皆様にお伝えさせていただきましたけれども、不明な点とかはねなかったでしょうか。もしねちょっとここよくわからなかったなとかっていうのがあれば、コメントとかにね書いていただければお答えさせていただきますし、今回の内容をねまとめたブログっていうのもありますので、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。皆さんもねシャンプーは消耗品になると思うんでね、市販のものとかなるべく安く抑えたいっていうねお気持ちはめちゃくちゃわかるんですけれども、未来の自分のための投資だと思ってね、ぜひ自分に合ったものを選んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。